前髪がこんな感じで、
です。なんでこのツーショットなんですか今日は。前髪リミこんなに出てた。ね、やばいね。いつの間にか伸びてたね。だから、パパに切ってもらうのは嫌なんですけど、パパに切ってもらう。パパに切ってもらうのね。嫌だけど。じゃあ可愛く切ってもらうね。どんな髪型にしてやろうか。チキ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 。無反応。それ誰の真似？これ、おえの袋じゃないよ。おえの袋じゃないよ。髪の毛がここに落ちるようにね。みんなね、リミの顔にね、あのね、なんか髪を敷いてね、それで前髪だけ出してね、それで切るんだよ。そうなんだ。そっか。え、パパはさ、あんまりそういうの気にしないんだ。いきなりプシュプシュプシュ。リミは実験にしてるでしょ。マジと怖い。怖いよ、怖いよ。リミ、ゲッチーと。ベイビー、え、おえすんの？おえじゃないよ。ちょっとダメだよ。おえ袋じゃない。見せるとその気になっちゃう。バスの前の席に。はい、出ました。リミ酔わないタイプだよ、そうだね、リミは酔わないよね。ほら、やめよ、はい、じゃあ持っててよ、ちゃんとその袋。目、自分のちょっと、こんな長いんだ、リミ。で、眉毛より上でいいからね。バッサリいかないとね。いい？じゃあ眉毛ぐらいにしようか。眉毛すぐ伸びるしさ、ちょっと動かないよ。動いたら命取るよ。やっべ。大丈夫大丈夫。お、いいじゃん。あ、いいじゃん。いい、もうすぐ。お、これよくない？いい、もうすぐ綺麗だよ。ちょっとパパ美容師になろうかな。なんでなんで、大丈夫だよ。超完璧だよこれ。完璧完璧。ほんとん。じゃあ、じゃあ、いや、嘘だ。冗談で言ったからね。大丈夫。このまま任せれば。これかなりいい感じ。かなり自信作だよ。うん。で、ほら、目つぶって。本当に大丈夫だから。本当に大丈夫だから。見てごらん。本当に大丈夫。ほら。綺麗じゃん。ほら、綺麗じゃん。大丈夫だよ。ね、失敗したかと。パパが冗談で今、あーとか言っちゃったからね。冗談だから大丈夫。見てる人が面白いかなと思って。リミを実験してくれた。また激怒。視聴者さんのためを思ってね。上向いてる。そんな目つぶっときなね。でんでん。そんな怖いのかしら。てるるーん、てるるるーん。いくよ。これちょっとパパセンサーんじゃない？もういいんじゃない？あら、これ偶然じゃないかも。偶然じゃないでしょ。もうちょっと切る？うん、こっち端っこまで切る。眉毛より上の方がよくない？リミ、オカマみたいになっちゃう。おかっぱだよ。おかっぱだよ。おかまじゃないよ。だって、おかまじゃないよ。眉毛まんまるっちょ。おかっぱって言うの。これまたすぐ伸びちゃう。もうちょっといく。ほら、まだちょっと長い。あと端っこもまだ切ってる。本当に追えぶくなっちゃう。こっち側もなんかまだ切れてない。見えないんだ。こっちちょっと向いてあげて。そうそう、ちょっと上向いてる。目つぶって。この辺かな。え、上向くの怖くない？え、でも、なんかもうできてない。なんかでき、これ、この辺はいいの？あ、これ？あ、待って、こっち向いて。どこまでが前髪なの？これ前髪か。うん、大丈夫、大丈夫。おー、うん、いいんじゃない、これ。どう？え、もう、でも終わっちゃった。そっち側の端は平気？うん。
入っちゃった。あれもう終わっちゃったよ。もうちょっと。もうちょっと行っとく。どう？全然いいの。どう？通りに自分的にはママ。もうちょっと甘い。あ、ちょっとここにここがなんかポコって出てる。リムこっち見てあっち。ほらポコってポコだ。ポコって出てるちょっとだけ。ポコがいる。ポコが。ポコポコ言って言っちゃう。何ポコ？知らない。ってなんだろうね。どうなの？ママが言ったんでしょ。パパがポコ。ママが最初言った。あ、そうなのか。適当に言っちゃった。ちょっとなんかバラバラだね。もうちょっと。あともうちょっと。目閉じて、あと揃える感じ。どうリミ、これぐらい目が出るぐらいになったけど、眉毛のもうちょっとまだ長いか、もうちょっと短い方がいいか、ね、眉毛の上まで行こうか、行っちゃう、大丈夫だよ、かわいいね、床屋さん行ったらいつも出てるじゃん、うん、そうなの、うん、眉毛より下は今までないからね、じゃあ行くよ、ビシッと、いい、ね、ビシッとって厳しくみたいなね、覚悟してパパは厳しいわ。待って。眠れ、怪しみ。おやすみ。寝てないじゃん。意外といいから。じゃあそこ真ん中を描いちゃって。この辺？これ。ちょっと動いちゃダメ。みんな動いちゃダメよ。パパはいつもね、失敗しろ、うん、これ良くないでも、ほら、おっ、楽しみだね、ちょっと揃えなくちゃ、うん、あと揃え誰のって今パパ、ママはカメラ持ってるか、パパしか今起きちゃダメだよ、危ないよ、ね、うん、キュー起きた、うん、あ、でもこれ可愛くない、ちょっとなんか右の方が長い気がする、うん、全体的に、うん、なんかここの眉とここの眉、うん、ちょびっとずつ切ろうかな、怖い、やめて、リミを遊びに使わないで、これが限界、あ、これ良くない。どう、リミ。リミ。見る？起きてごらんじゃん。ちょっと待って。顔を切ってこれだ。あと、なかなか取れないんだ。リミ見る？せーの。ちょっと寝ないでください。起きて。いい？見る？見てごらん、リミの髪の毛見た、うん、こっち見て回すよ、じゃん、どう、かわいいじゃん、かわいいじゃん、顔ブサイク、そんなことないの、うん、どう、リミちゃん、うん、明るくなったよ、顔が出て、後ろ撮ってみる、一本に結ぶのに、うん、そしたらなじるかも、リミ、うん、こうやってみて、髪の毛すごい長かったね、やっぱり、うん、こうやって見るとね、やばい、髪の毛が落ちちゃった、かわいい、いいじゃん、ほら、かわいい、うん、ほら、いいじゃん、いい感じ、これぐらい短くない、ミキ
もういいじゃん。なんで眉毛隠したい。抑えてもそれぐらいだからいいから、うん、ちょうどいいんだ。リムはね、長い方が好きなんだけど、リムよりも長が短いの。うん、まだね、2年生だから、こっちの可愛いね。眠い、おやすみ、またね。おやすみ。じゃあね、リム。バイバイ。